どうも、どうするです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもです。どうもです。ということで、本日もこちらクラッシュレールお送りしていきたいと思います。ということで、今日はね、ボンジュールさんと一緒に、クラロワ楽しんでいきたいと思うんですけれども、はい、やっぱりボンジュールさんといえば、まあ、モテないことで有名ですよねはいはいじゃない、まあまあ、そんなことないですよそんなことないですよ。あ、そんなことない、はい、やっぱりこの前ボンさん言ってたんですよ、うん、なんか悩みがあると、うん、なんか僕はその20代の時とか陽キャとして生きてこなかったから、そうモテなかったから、まあ、やり残したことがいっぱいあると、はい、でも実際のところあのモテてる人とモテてない人、まあ、どっちがいいのかよく分かんないじゃないですか。モテてた方がいいんじゃないいや、わかんない。それは結局それは例えばモテてない人の方がすごい仕事熱心で、ね、成績残してるかもしれないでしょ。一つのことで没頭したりとかね。そうそうそう、だから今日は決めます。お、強い方。え、何の本日の企画、モテてる系ユニット VS ヒモテ系ユニット対決モテとヒモテモテ VS ヒモテでございます。なるほどね、ありがとうございます。これ僕ね、はい、紐手使わせていただきますバカな、やっぱり代表して、はい、じゃあ僕恐縮ですがモテでよろしい。どうぞどうぞどうぞ、僕もご結婚もなされてますからさぞかしモテるんでしょ。いやいや、そういう対決じゃないユニット同士の対決なんで、今日私が使うデッキこちらでございます。意識したのは、まあ、合コン系デッキあの上がね男子テーブルですよ。男の子テーブル、下が女の子テーブルで、はいはい、合コンなんだ。合コンコンセプト、男混じってます。いや、彼氏持ちが一人、やっぱり保護者です。保護者、はい、お父さんです。合コンのユニット周りは2人いるんで、ちょうどいい、はい、5対5ぐらいでちょうどいい合コンテーブルになってるかな。ひもて、ひもてオブひもてが選ぶひもてデッキ、いきましょう。はい、いきます。よろしく。もうね、ひもてのために僕負けるわけにいかないです。ひもてを代表して、正直ここはほうほうほう、一発スタンプ、チャラいっすなまずはね、まずはゴーストね、まずはアーチャーを出していって、ゴーストだってモテるわけない、死んでんのそれは違う、死んでんの、それは違う、死んでんだもん。いや、やっぱクールガイナー、あとゴブリンジャイアントね、いや、そいつはモテない。まあモテてたらおかしいよ、こいつはちょっとね、ほう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 、なさあ、ブス、おーっと、バーバリアン5人もいたらモテない男5人もいて、男5人でいたら、そんなことある。いや、ウィザードは強いな、モテるでしょ、モテるでしょ、ウィザードもモテキャラで、最強のパリピ出していいですか。最強のパリピ、なすかなすか、ウェーイ、何、じゃあ最強の出た、さらにあー出た、え、ランバー持てないですか。ランバー持てでしょ、だってもうだって乱暴だもん確かに乱暴もならダメじゃない、あんま持てないか。そうきた、オッケーオッケーオッケー、今んとこ陽気やぜ、勝ってますよ、もう最強の紐手いきますよ、最強の紐手お願いします。こいつです、スパルチこれは最強でしょ、これは持てない、まあ、間違いないでしょ、こいつは間違いない、こいつは間違いない、さら持っててる雰囲気がない、さらに、え、まだいるの、いきますいきます、出た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 、だって絶対汗臭いもん、リガーはギガー、確かに持っててるイメージないな、潜ってますから。さあ今んとこ、あ、どうぞ選手、やっぱモテモテがモテモテ有利ですね、モテてんな、畜生、美形で攻めていきましょう、うん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 、さあ出た、あ、マジこっち来ない、おいしい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 、モテ系これだからね、なんだよなそんなことある、おいしい、いやー、プリンズ好きっすな、プリンズ好きっすな、飛ばしてくれ飛ばしてくれ、やっぱ息してるだけで勝てるの、モテ系は。そんなことある行くか、しょうがねえ、なになになに、てかでそいつひもてなの、ひもてでしょ、ひもてか、みんなからで恨まれてない、なんなら確かになんなら、なんか、なんか、なんならわかる、いらん恨まれ方してるよねいや、いい勝負、オッケー、いや、ちょっと待って、悪くないよ、ちょっと待って、ちょっとネクロがきついぞ、最強の池、やっべ、それは最強のパリピ、いやー、受けるか、いいぞ、最強のひもて、いや、お前いいな、いいな、おマルチェいいな、お前いいな、あいつは強い、ファルチェは強すぎる、ファルチェ強い、ファルチェ強すぎる、ファルチェが強い、さすが最強のひもてさすが最強のひもてさんや、負けさすが最強のひもてさんや、ファルチェ言いたいだけ、よいしょー、あー、出た、ちょっと待って、ちょっとひもて軍勢が、ちょっと待って、さあ、右ばかりに気を取られていると、いや、やられる普通に、
いいぞ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 気持ちいい。もう手を倒すと気持ちいい。やばい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 。こっちは、個人的願望が入ってない。ウィザード先置き。そっちになったか。あーっと、ちょっと待って、最強の今って、オッケーオッケーオッケー。あっち行け、あっち行け。あいつ惜しかった、あいつ惜しかった。あっち行け、あっち行け。あいつすげー働きを見せるそうだった。迷うな。すげえ迷うな。迷う、これ迷うな。迷いが深い。ひも手はこんなこともできるんです。え、何？あ、なるほど。別に、ひも手だからじゃない。それはひも手だからじゃない。こんなこともできるんです。やばいか、これ。いやー、言うて、あいつ、うん、あいつがきついね。いや怖いよ。プリンスが、うわ、最低。これ、いや、エリート来んな、エリート。バーバリアンでしょ。エリートやめろ、エリートやめろ。いやー、パリピじゃ突破できん。いいぞいいぞいいぞ、いやでもいい勝負いい勝負いい勝負、最後には絶対ひも手が勝つんだ。やばい、いいぞやばい、あの掘りいいぞ、あの掘りいいぞ、きちきちきち、受けてもらって、はい、いやいいぞ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 、めっちゃいい勝負してる、じわじわ殺し合いで、てけてーん、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、さあタイムタイムタイム、ウェイタイム、これやめろ、オッケー、イエス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 、めっちゃ気持ち入ってるじゃないですか。バナナ、もう1センチ待って、ここまでですか、はい、それともちょっとシンキングタイム、モテチームシンキングタイムで、オッケーオッケーオッケー、見てるか、ひも手のみんな。やってやったぞ。いやー、じゃあ僕もうそのまま行こう、なんか悔しいから、とーん、では2戦目参りましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやちょっとね、これはもうモテ系が本当にモテるところを見せんとあかん、よろしくお願いします。こっちも意地がありますか。スタンプ結構ね、スタンプ、モテ系はひも手のスタンプこれですから。それはやばい、それはやばい、これですから。モテなさすぎ、それはやばい。ね、セパレートしてくんもんな、ひも手は。じゃあ、モテは。モテはセパレートすんだよ。ひも手しないんすか？もうしないし、セパレートはそんなんすよ。うん、まあそう。まあ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 、同じパターン。同じパターン。展開かな。いや、でもちょっと、さっ、ああ、なるほど、ね。して、受けてもらって。おー、なるほどね。今、バーバリアンが強いもんな。バーバリアンだって、モテてるでしょ、海とかで。バーバリアンがモテてるとこ見たことないんですよ。よくスパセルさんのアニメあるじゃないですか。確かに、いろいろね。はい。バーバリアンは確かに雑魚キャラ1。そう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 。雑魚キャラ1だもんな、確かに。鼻くそおじってんもん、だって。モテるわけなくない？なんならね。いや、結構きつい。ちょっとアイスリーズが邪魔です。うわ、邪魔なやつは潰していく。それがひも手のやり方か。それがひも手の当たり前ですよ。当たり前ですよ。いや、しんどいしんどいしんどい。いいよ、いいよ、岩、いいよ、岩。岩岩いいぞ、岩いいぞ、岩いいぞ、岩。うんうんうん、一旦今日しかねえ。ええ、オッケーオッケーオッケー。エリートが、チャンス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 。エリートの野郎が邪魔をしやがる。そうね、このやっぱエリート街道まっしぐら。やばい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 。大逆転。やばい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 。これあるか、オッケーオッケーオッケー。これ多分右コストないはず。おいしい、ウェイ、まだ終わってねえんだ。諦めんな、諦めんな、ウェイ。あー、なるほどね、なるほどね。まあ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 、結局ね、勝つのはモテですわな。なんかひも手が開くみたいな。でも2つなきゃいけないから、そうしかないですよね。さあ、狙ってくる。いやー、こいつがマジで強い、ファルチが。ファルチ濃い、ずるい、本当に。ずるい、マジで。やばいやばい、本当。強すぎる。こうする。ただこっからさあ、バーバリアンで右受けたいだろうと。いや、結構それはスレグ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 。いけいけ、ウィザード頑張れ。オッケー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 。ゴリ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 。ゴリってんな。ゴリってますよ。いや、きつい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 。あー、ダメ、アウトローで受けたらボーリーが。いや、もうキングまで行くわ。キングまで行く。やめろ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 。ワンチャンワンチャンワンチャン。ネクロ強い、ネクロ強い。オッケーオッケー。情報されてるね。ウェイウェイウェイ。やばいやばい。あざす。息の根止めてきたー。やりますなー。あざす。やるなー。
いやいや、さっきはね、結構ロイジャニーとバーバリアンに苦しめられたんで、しっかりウィザードを活用しました。ありがとうございます。さあ、ということで、いいでしょう。で, ね、でも、よく考えてください、はい、1回僕が勝って、ボンさんが1回勝った、うん、つまり、イーブンなんですよ。そうですね。そうそうそう。出た、今の言い方がモテだわ。嘘嘘、今のがモテだわ。嘘嘘嘘、薄いまとめ方をしようとした結果、薄いまとめになりましたが。まあね、モテもヒモテも仲良くやっていきましょう。はい、それが一番ですね。どっちが強いとかね、そういう世界じゃないから。こんなこと言ったら何もできん。確かに。ということで、はい、本日は、まあ、モテ系ユニット VS ヒモテ系ユニットであったんですけれども、またこういったね、ちょっとなんかユニットの性格だったり見た目だったりでちょっと分けてね、はい、まあ、どっちが勝つのかみたいな。やってるのも面白いですよね。面白いですよね。結構、違う、デッキ作ってる時間が面白いです。ぜひこれやってくださいっていうのあればコメント欄に書いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。